は高校生探偵工藤新一。俺には8000人の部下がいる。おおおすげえ。声優コレクション。さあ今回のゲストはですね、三津谷さんも、はい、僕もよく知ってるあの声優さんです。はい、もうギリギリまでよく知ってます。ギリギリまで知ってます。何の話だろう、気になる。ギリギリまで知ってますか。はい。そのね、国民的アニメのメインキャストを数多く演じるあの方でございます。はいはい。さあ一体どの声で登場してくれるのでしょうか。俺の名は勇敢なる海の戦士キャプテンウソップ。イエーイ。見たか、久しぶり。山口勝平による永久保存版のフラッシュキャラ編はこの後。その前に、ちなみにですね、はい、これまで担当されてきたキャラクターに関するこんなデータが用意させていただきましたので、ちょっと見ていただきましょう、はい、どうぞ、はい、おすごい。第1位から演じた中で、これはですね、アニメ情報サイトが山口勝平さんが演じた中で一番好きなキャラクターは、はい、というアンケート調査を行った結果、はい、このようなランキングになったということなんですね。すごいいっぱいやってる、うん、有名な役が多いんで、すごいですね。思い出深いキャラクターなんかも教えていただけると嬉しいななんて思うんですけども、はいはいはい、うん、そうですね、多分これの中だとL が出た。あ、ちょっと異質だね。なんかこうやったことなかったっていうか、うん、もう本当にその低い声を求められることがなかったんで。あ、そう、逆に高いところをね、うん、こう少年役が多いからね。なんでオーディションもどんどんも低い声出ますかっていうのから始まって、どんどんもっと低くなりますか、もっと低く出ますかって、ただひたすら低く出ますかだけ言われて、一旦終わって、じゃあお疲れ様でしたで、ありがとうございましたで、スタジオで言ったら、ちょっと待っててくださいって言われて、で参ったなと思って、これはライトも受けろってことかみたいな。うん、あ、なるほど、よくあるやつですね。違う役もみたいな。思ってたらまた呼ばれて、もっと低い声出ますって言われて、だからもう、いや、なんでそんな低い声を求められるのか分かんなかったんですけど、とにかく声を作ったら作るだけ声を出すことが精一杯になるんで、うん、そうそうそう、演技の幅がなくなっちゃうんだよね。で、もうそうなりますけどって言いつつ受けて、でオーディションの結果来ましたって来て、L 受かりましたって言われた時に本当にびっくりしました。すごい。逆にその幅のなさみたいなものが不気味さにつながって、でそこがすごいなんか的にピタッとはまったんじゃない。あ、そうかもしれないです。さあということで、はいはい、たくさんのキャラクターを演じる山口勝平さん、まだまだいろんなものに挑戦していただきたい、うん、まだまだあるんですね。まだまだ許してもらえないのか。活発な少年やシリアスな役、ギャグキャラまで何でも演じられる勝平さんなんですけども、はいはい、続いてはこちらの企画に挑戦していただきましょう。イエーイ。題して、うん、瞬時にキャラを使い分けろ、フラッシュキャラ編。イエーイ。これまで演じられてきたキャラたちを瞬時に使い分けてもらおうというのが、この番組恒例の企画となっております。みんなやってるんですか。大体全員やってますね。へえ、はい、なので本当勝平さんにキャラ変していただくのはこちらです。多いな、多いな、すごい。魔女の宅急便入ってるやんけ。これ圧すごいな。あれとあれとあれとあれは同じ声だな。まあでもカペちゃんはあれだよね、いろいろ語尾変えたりとか、うん、なんかすごくそのなんかニュアンスの持たせ方が上手だから、なんかハードル上げてません。声は変わらないかもしれないが、キャラクターは変わっていくというのが、ね、やはり彼のすごいところ。いや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 、はい、早速カペさん、はい、心の準備はよろしいでしょうか。はい、頑張ります。はい、それでは山口カペさんによるフラッシュキャラ編です。お願いします。俺には8000人の部下がいる。命が惜しけりゃ今すぐ降参しろ。お、俺は高校生探偵工藤新一。さすが魔女だな、僕のばあちゃんみたいだ。また会おうぜ名探偵。世紀末の鐘の音が鳴りやまぬうちに。火中転身甘栗天。キラ、お前を死刑台に送るのもそう遠くないかもしれない。くらえ、風の傷だ。さっき
変身するラッピー。おお、犬夜叉の後にはきついな。バロー、推理に勝ったも負けたも上も下もねえよ。真実はいつもたった一つしかねえんだからな。ほら、ワクワクしてきただ。カペさん、やってみていかがでしたか？びっくりした、いろいろなんか楽しかった。素晴らしかったですね。みちやさん、いかがでしたか、今のカペさん。やっぱりあれだよね、あの声優って声を変えるんじゃなくて役を変えるんだよね。だからもちろん声も変わってるんだけど、うん、役が変わるから声が変わる。やっぱり役作りが声を作るっていうのが基本だなってことを教えてもらいました。今耳にて、すごい真っ当なご意見をいただきました。カッペちゃんのルフィっていうのもあり得たかもしれないんだよね。めちゃくちゃやりたかったですけどね。そりゃそうだよ、やってみて。やってみてとか言って、さすが三ツ矢さん。そんな一言で。ベテラン声優の本気のアフレコが見たい。うん、うわ、お父さん結婚認めてくれますね。真実はいつも一つ。